トゲウオカは、トゲウオ目にところ属する魚類の分類群の一つ。独特な巣作りや求愛及び子育てなど、よく発達した繁殖行動を示すことで知られ、動物行動学の研究対象として利用される一群である。イトヨトミオなど少なくとも五族発種が認められているが、一つの種の中に、多様な生態及び形態学的特徴を示す個体群が存在し、 実際にはさらに多くの種が含まれることが確実視されている。アペルテス属の一種。独立して存在するセビレトゲジョウは本家魚類の大きな特徴で、その本数は分類形質として利用されるトゲウオカの仲間は細長い体を持つもの体高の高いものなど様々な体型を持つ。通常は体長10センチメートル未満の小型魚類で最大で、 全長18センチメートルほどに成長する。体側には硬い輪盤が並び、一般に淡水性の種は海水、気水性のものよりも輪盤の数が少ない。背びれの棘状はよく発達し、3から16本が独立して並ぶ。腹期は1棘1から2難状だが、一部の地域個体群では腹期の骨格を失っていることが知られている。 背びれ何条は6から14本、おひれのひれ状は通常12本。あと、儀鎖骨をかき、眼下周囲の骨は後部で欠損する。エラ上骨は3本、椎骨は28から42個。伊東諸群は生体だけでなく形態の多様性も高いことが知られている。多くが3本の背びれと下条を持つ一方で、2あるいは4本の個体も存在する。 トゲウオカ魚類は一般的に流れの緩やかな河川や湖障、あるいは沿岸の浅い海で暮らし、水底付近を遊園して生活する低生魚である。強靭な背びれトゲ状を備えているものの大型の魚類や鳥類にしばしば捕食され、それぞれの生態系における食物連鎖の中で重要な存在となっている。トゲウオ類はすべての種が オスによる巣作りと卵開の保護を行う。海産種は海藻を、炭水産種は水草、または水底を利用した巣を形成する。本科魚類は進化学、遺伝学、動物行動学、生理学の研究対象として、古くから利用され、多くの業績が導かれている。オランダの動物行動学者であるニコティンバーゲンは、イトヨの本能行動を詳細に解析した。 研究により、1973年のノーベル、生理学、医学賞を受賞している。トゲウオ類、特にイトヨ族のオスが示す繁殖行動の特徴として、鮮やかな婚姻色分泌物を利用した巣作り、求愛のダンス、及び卵の世話が挙げられる。繁殖期を迎えたオスの腹部は赤色を停止、推定に縄張りを形成するようになる。 腎臓から分泌される特殊な粘液状の物質を使って巣作りをし、ジグザグに泳ぐ独特なダンスによって、メスを呼び込む。背びれのトゲ状で突き上げる仕草によって、巣に誘導されたメスは、数十秒かけて産卵した後直ちにオスから追い立てられ、子育てに参加することはない。こうして何匹かのメスに卵を産ませると、オスは巣を、ぐる、によって、 さらに固め、卵海を保護する。オスはヒレを使って、卵に、新鮮な水流を送り、肺発生が進むにつれて徐々に巣を壊し、十分な酸素が供給されるようにする。孵化した飼魚はしばらく巣にとどまり、離れた飼魚を、オスが口に入れて連れ戻す姿が観察される。本家の中で、最も原始的な群とされる海棘王では、繁殖行動は、 やや単純化されている。海産の本種は藻場に縄張りを持ち、海藻の根元に、鳥の巣に似た巣を形成する。オスは求愛のダンスはせず、巣に近づく者は雌由を問わず攻撃する。産卵の意思を持つメスは、攻撃にひるまず、これを確認したオスは糞を巣に突っ込んだり、メスの大柄を噛んだりして、巣に誘導する。産卵と受精が済むと、イトヨと同じようにメスは、 オスの攻撃によって、すぐに、巣から追い払われる。これを何度か繰り返した後、オスは、ファニングで新鮮な水を乱海に送り、肺の成長につれてその頻度が増加する。ウミトゲウオのオスは、他の巣に産み付けられた卵を奪い、元親に代わって育てるという得意な修正も、知られている。この修正の意義は、よくわかっていないが、繁殖経験を有するオスであることをメスに、 アピールしている、可能性が指摘されている。同じ、トゲウアモクにところ属する近縁のシワイカナゴカ、クダヤガラカにも、類似の行動が知られているが、トゲウオカの繁殖行動はより複雑に特化している。トゲウオモクの中で、最も原始的なグループとして位置づけられる、シワイカナゴカでは、卵は海藻にそのまま産み付けられ、剥き出しのままである。 オスは卵をつついて固める動作をするが、その後は特に保護することもなく、巣から離れてしまう。砕やがらかのチューブスナウトでは海藻を束ねた簡素な巣を作るようになるが、やはり深まで卵を見守ることはない。これが、トゲオカになると、前述の通りスピナキュア族は束ねた海藻に、グル、を用いて、巣材を付着させ、新鮮な水流を送るといった。 保護行動が伴うようになる。さらに派生的な軍である、トミヨ族、アペルテス族やクレア族では海藻を束ねることはせず、より多くの素材を付着させることによって、乱海を露出させないようにする。糸ヨ族は水草を使わずに水そこに巣を作り、卵の保護と子育ての様式が、さらに発達している。乱海の隠蔽とファニングの必要性は、トレードオフの関係にあり、 卵を隠せば、非補食率は下がるが、新鮮な水を供給し続けなければならなくなる。形態だけでなく、このような行動様式の進化にも着目することが、トゲを甘くな内の分類体系確率に寄与するものと考えられる。トゲオカの魚類は、北半球の淡水、寄水器、および、 沿岸海域にかけて幅広く分布する。本家に記載されるゴッ族のうち、スピナキア族は、海産で、北欧の大西洋岸に生息する。イトヨ族の一種及びアペルテス族も通常は、海水魚で、北アメリカ北東部の大西洋岸に産する。イトヨ主群には、海性、淡水性、ソカ海遊性など、多様な生態を持つ、個体群が含まれる。 北アメリカの太平洋、大西洋岸、日本を含めたユーラシア大陸及び北極海の一部に至る広大な範囲に分布し、特に標高100メートル未満の低地に多い。カナダブリティッシュコロンビア州のハイダ具合には、体長20センチメートルに達する大型個体群が存在し、同所的種文化の例として知られている。富よ主群は主に淡水性。 ごく稀に海遊星で、北、アメリカユーラシア大陸の標高600メートルまでの河川、湖沼に分布する。トミオ族に所属する2種、P プラティガスターと P ヘレニカスはそれぞれ国海からアラル海及びギリシャに散する。クレア族は北、アメリカに生息する淡水魚である。この他に、中シミオの化石種として、イトヨ族の仲間が、 シベリア東部とカリフォルニア州から知られている。南富をパンジシャス貝イバラエ。兵庫県などに分布する日本の固有種であったが、すでに絶滅したと考えられている日本では、イトヨ族が、イトヨ、日本イトヨとハリヨ、トミ族では、エゾトミオ、トミ族淡水型、トミオ族オス、モノ型、トミオ族祈水型、ムサシトミオ、南トミオが報告されている。 このうち武蔵富与は現在では埼玉県の一部にしか生息しない日本の固有種である。また、関西地方に分布していた南富与はすでに絶滅したとみられている。日本の糸魚には生活した経が存在し、生涯を淡水域で送る淡水性の個体は北海道と本州の内陸部に海で成長して、 産卵期に河川に遡上する蘇化海遊星の個体が北海道の太平洋側に分布する。また、日本イトヨは蘇化海遊星の生活史を持ち、北海道から九州以北の日本海沿岸部、千葉県銚子付近までの太平洋沿岸部に生息する。ハリオは滋賀県並びに岐阜県に分布し、校舎の生息地はトゲウオカ魚類の南源の一つとみなされている。 トミオ族では、エゾトミオが北海道、トミオ族淡水型は、太平洋側では、岩手県以北、日本海側では、福井県以北の本州及び北海道に分布する。トミオ族オスモノ型は、秋田県オモ川水系と山形県のみに、トミオ族紀水型は、北海道東部に生息する。トミオ族淡水型、オス、モノ型、紀水型は、それぞれが独立した。 分類群である可能性が指摘されているが、適用すべき学名も網名も持たない。トゲウオカには、ネルソンの体系において、ある程度確実な数として五族8種が認められている。実際にははるかに主多様性に富むグループと考えられており、イトヨシュ群とトミヨシュ群には、多くの種が含まれると見られている。本校では、フィッシュベスに記載される五族19種についてリストする。 ありがとうございます。